はい、今回は、こちらの水槽に入っているちっちゃいお魚なんですけど、アビニーパファーと呼ばれるちっちゃなフグですね。この子たちの水槽をこの30センチキューブを使って、立ち上げていこうと思います。テーマはね、この子たちが楽しく過ごせて、かつまあちょっと自然な素材も使いながら、ちょっとレイアウトしていこうかなという感じです。はい、それではまずね、アビニーパファーの基本的な情報から説明していきます。アビニーパファーはね、インドの南部からスリランカの小川や池に生息している小型の淡水フグ。最大でね、2.5 センチから3センチほどと言われてますけど、非常に小さなフグですね。で、純淡水に生息しているフグって結構少なくて、ちょっと変わったフグたちの仲間でもあります。ホームセンターなんかに入っているね、ペットコーナーであったりとか、量販店なんかでも比較的よく見かける流通量の多いフグになってきます。で、小型の最大でもね、2.5 センチから3センチということもあって、数リッターの水槽とかでも飼育できますよとよく紹介されたりする、比較的ね、飼い始めやすいフグと言える感じですね。はい、それでは次に飼育に関して解説していきます。まずね、基本的な飼育、これはね、他の熱帯魚と同じで全く問題なく飼育できます。24度から26度の水温で、水換えの頻度もね、普通の熱帯魚と同じで週に1回ほど換水してあげてれば十分です。で、水質に関しても弱酸性から弱アルカリ性で、飼育できて、結構幅広く適用できるという感じです。はい、基本的に、丈夫な熱帯魚になるんですけれども、アビニーパファーは人工飼料っていうね、乾燥している人が作っている餌、あれに関してはね、なかなか餌付きにくいです。食べてくれないという感じです。で、生餌やカツ餌を好みます。冷凍赤虫であったり、生きているミジンコであったり、生きている、ね、イトミミズであったり、そういったね、生餌を好む傾向がすごく強くて、乾燥している赤虫であったり、乾燥してあるイトミミズ、あと乾燥したエビ、クリルって呼ばれたりするんですけれども、そういったものも今、なかなか食べてくれなかったりします。はい、で、うちではね、よく冷凍赤虫や、カツイトミミズを与えているんですけれども、ショップさんによってはね、人工飼料食べてくれますよと紹介されて、それで購入される方もいらっしゃったりするんですけれども、移動後とかにね、ショックを受けると、その食べてたご飯を食べなくなってしまったり、人工飼料だけではね、不安な面があったりするんで、飼育する際は必ず冷凍赤虫はちょっと用意しておきたいという感じです。で、もう一点の注意点が混泳に関してですね。まずね、アビニーパファーは小さくてもフグの仲間で、すごくね、鋭い歯を持っているという特徴がありまして、その歯でね、他の魚のヒレをかじったりしてしまうことが多いです。特にかじられやすいのがコリドラスっていうね、そこの方で残った餌なんかを食べてくれるナマズの仲間であったり、ガラス面の掃除をしてくれるオトシンクルスなんかの仲間、相手ね、おとなしくて、かつね、動きがなかなかゆっくりしている魚に関しては、気がつくと背びれがかなりね、短くなってしまってたり、尾びれがね、こうかじられて歯型がついてたりすることがあったりして、ちょっとかわいそうなんで、混泳は避けた方が無難です。はい、じゃあね、泳ぎが速い魚だったらアビニーパファーにかじられることがないんじゃないかと言われたりするんですけれども、この泳ぎが速い魚の場合はアビニーよりも先にご飯を食べ尽くしてしまったりとか、あとアビニーパファーがね、ご飯をなかなか食べに行けなかったりとかすることが多くて、やっぱり混泳が向いてないという感じですね。はい、これらのことからアビニーパファーは基本的に単独で飼育する方がいい魚と言えて、単種飼育ですね。アビニーパファーという種類だけで飼育するという感じです。そうするとね、基本的にアビニーも多少仲間同士で喧嘩したりはするんですけれども、少しね、広めの容器、1リッターに1匹ぐらい入れられるんですけど、あえてね、3リットルから2リットルに1匹程度入れてあげて、この30センチだったら10匹とか、それぐらいの数を、ね、飼育する分には、ほとんどトラブルもなく、喧嘩することもなく飼育ができるという感じです。はい、この単種飼育のデメリットを、1点紹介しておくと、メンテナンスの生き物が入れられないので非常に苔が生えやすくなる。アビニーパワーだけで飼っているとどうしても、ガラス面とかの掃除係がいないと、そうすると苔がやっぱり目立ってきてしまったり、どうしようかなってなってしまったりするんですけれども、そういう場合はね、極力ライトをあえて少し暗めに設定したりとか、水換えの頻度を多くしたり、さっき の水量に対してやや少なめの数を入れてあげる、こういったことが、苔の予防になるので、そういった環境で、苔もほとんど出さずに飼育ができて、当店でいうとアビニーパファーが食べれない大きさの石巻貝の仲間、サザエ石巻貝とかキングクッパースネイルとか、それ少し大きめの巻貝を入れてあげると苔掃除もしてくれて、かつ、アビニーが食べに行かないという感じです。はい、それでは前置きが長くなりましたが、アビニー専用水槽を作っていこうと思います。はい、今回使う機材がこちらですね。まずフィルターから、こちらが水槽のスペースパワーフィット。アビニーパファーが、あまり強い水流が好きではないというところと、収容する数が少ないのであまり強くなくてもいいよというところで、このフィルターをチョイスしています。提唱はジェックスのアクアリスタシリーズのアクアスケープサンドネイプルスイエローというものですね。こちらをメインの砂として使っていて、砂利を少し粗めの砂利で K さんの砂利を用意しています。でさらに、大きい K さんの大きめの砂利も用意しております。素材は透層石の中くらいからちっちゃめのサイズを用意しています。
流木はルートウッドの一番小さいサイズを用意しております。はい、今回使用する水草がこちらです。この水槽では CO2 を添加しないので CO2 の添加がなくても育成できる丈夫な水草を選んでいます。まずね、こちらからですね、インディアンピンクナヤス、バリスネリア SP、 リトルヤバクリークと、ジャワモス、細葉水ゼニゴケ、セイロンロタラ、この5種類で作っていきます。アビニーパファーが生息しているのがインド南部からスリランカにかけてなので、今回、ね、メインに、まあ、セイロンロタラというスリランカの水草と、あとはインディアンピンクナヤス、インドの水草ですね、こちらを使っていこうと思います。はい、水槽が完成しました。レイアウトは、ね、結構シンプルに作ってあるんですけれども、あまり複雑に組みすぎてしまったりすると、水がよどんでしまったりすることでゴミが溜まってしまって、そこから苔が出やすくなってしまったりします。アビニーパファーの、ね、性質上、苔取りの生き物とかをあまり入れることができないので、結局、ね、シンプルに作った方が綺麗に管理しやすいかと思います。アビニーパファーは体が、ね、丸くて泳ぎも、ね、なかなかあんまり上手じゃない魚なので、フィルターと、ね、ガラス面の隙間に挟まってしまったり、
ヒーターとガラス面の隙間が挟まってしまったりすることがあるので、フィルターとか、ね、ヒーターを設置する際はそういった、ね、挟まりの事故を防止するように意識しながら設置するようにしましょう。はい、いかがでしたでしょうか。今回はアビニーパフォアが楽しく過ごせる水槽をイメージして作っていきました。生き生きと泳ぎ回るアビニーさんは見ていて飽きが来ないので、皆さんも飼育する際は参考にしてみてください。今後も楽しくためになる動画作りを心がけてまいりますので、よろしければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いいたします。ありがとうございました。